グーテンモーゲン。どうも、こんにちは。テンタです。今日から、YouTube の方に動画投稿を始めさせていただきたいと思っております。まずね、軽く自己紹介の方からしようかなと思います。現在、18歳で、高校3年生の、もともと千葉県出身で、今は、奈良県の方で、サッカーをやりながら、現在、一人暮らしをしています。はい、次にね、僕が YouTube に動画投稿を始めたきっかけなんですけど、現在も僕はプロのサッカー選手を目指してサッカーをやっておりますが、今まで華やかな経歴を歩んでくることはできてなくて、というのもね、中学時代、お腹の病気を持っててちょっと学校に行けなかったのと、まあ、こういうのはあんまり普段発信しづらいことであるかもしれないんですけど、まあ、少しいじめ的なものを受けてたり、人間関係に一時期悩んでた時期もありました。3つ目は中学2年生から3年生に進級するちょっと前ぐらいですかね、股関節を両方剥離骨折しちゃって、医者にもうしばらくサッカーできないって言われて、当時入っていた、クラブチームを辞めて毎日毎日学校にも行けずゲームに明け暮れる日々が続きました、ね、そんなね自暴自棄になっていた頃もあったんですけど、そこから約2年とちょっとしてね、今現在は元気にサッカーをやれています。もう一つ YouTube の動画投稿を始めたきっかけがもう一つございまして、自分はね卒業後海外に挑戦しようと思っています。国はねドイツなんですけど、まず、11月にですね、一度ドイツに渡ってチームのトライアウトを受けて、どこかと契約できれば、5月6月ですね、そこからドイツでの生活がスタートします。そしてそのドイツでの生活がスタートしたら、ドイツでの生活、食事、トレーニング、そういうものをたくさん載せていこうと思っています。ドイツでの動画はねたくさんの人に見てもらいたいと思っているので、まずこの日本にいる間に少しでも多くの方に、動画を見てもらえるようにこれから頑張っていきたいと思います。今ねこんな千葉県からはるばる奈良県の方まで一人でね、地方の方まで来て一人暮らしをさせて、そしてサッカーまでやらせてくれている親には本当に感謝してますし、これからはそれを結果でね親に恩返ししていきたいと思っています。僕よりね技術もスピードもフィジカルも全てにおいて上手い選手っていうのはもちろんたくさんいるわけで、そんな中でも大きなプロサッカー選手っていう夢を諦めずにずっと持ち続けていて、それでもどれだけ頑張ってどれだけ必死に頑張っても届かないかもしれない、そんな大きな夢ではありますけど、そこに向かって日々準備をね続けていくことが大事だと思っているので、自分的には一人暮らしですけどいろいろ頑張っているつもりです。そしてねそんな一人暮らしをしている生活が、まあ、食事とかトレーニングとかもですね、小学生、中学生、同年代の高校生、まあ、社会人の方々とかたくさんの方が見てくれると嬉しいんですけど、そんな皆さんの同じ夢を持つような、同じ大きな夢を持つような方々の一つの参考にでもなればいいかなと思ってこの動画を作成しております。まあ、学生時代のことについては、まあ、また、少ししたら詳しくねお話ししようとは思っていますが、まあ、大体はこういう理由で YouTube の動画投稿を始めようと思って
動画を撮っております。ではね、これから動画の方を楽しみに待っていてください。ではまたお会いしましょう。チュース。